それでは、薩川監督にお越しいただきました。本日はお疲れ様でした。お疲れ様です。90分を終えての今の気持ちをお願いします。そうですね、まあ1分前に点取られるっていうのはね、まあでもその前にフォワードがね、決定的なところで何本もやっぱ外したっていうのが今日の勝因、まあ敗因だったっていうのは、まあでもなかなか点が取れないっていう中で、まあ前をね、全員こう交代させながらやったんですけど、まあでも選手たち頑張ってるんでね、でも僕たちはリーグ戦を戦ってる以上ね、やっぱり勝たないという意味のね、まだ一勝もしてないのでね、全部ね、僕の責任だし、選手だけの責任じゃないと思います。しっかりとね、最後まで諦めずやりたいなと思ってます。ありがとうございます。次節アウェーでの、都南前橋戦に向けて、意気込みの方をお願いいたします。そうですね、まあ、いつもいい準備はしてるんですけどね、まあ、いつもと変わらずしっかり準備して臨みたいな、もう負けられないので、しっかりと準備してやりたいなと思います。ありがとうございました。薩川監督でした。ではキャプテン高松拓人選手にお越しいただきました。お疲れ様でした。はい、応援ありがとうございました。90分を終えて今の気持ちをお願いいたします。いや、もう悔しいですね。あと本当に自分たちが最後守りきれれば勝ち点1取れたかもしれないし、何本もシュートチャンスがあって、そこを最後誰か一人が詰めてれば決められたかもしれないし、そういう本当一歩のところ、1メートルのところまだ行けたんじゃないかっていうところが出し切れてないのがちょっと悔しいですね。ありがとうございます。次節アウェーでの都南前橋戦に向けての意気込みをお願いいたします。本当にもう今までもそうですし、今日もそうですし、やっぱ楽なことなんかなくて、もう本当に苦しい思いをたくさんしてきて、でもそれを誰かのせいにせず、やっぱもう一回自分が試合出て必ずチームを勝たす、必ず止める、必ずゴール決めるっていう、そういう気持ちでまた1週間2週間準備して、都内前橋戦に備えたいと思います。ありがとうございました。高松選手でした。ありがとうございました。